こんにちは。僕はコスプレイヤーの逆山と言います。武器とか防具を作るのが好きです。今回は FF7 リメイクに登場するバレットの武器ガトリングガンを作ってみました。こちらはバレットの初期装備の武器となっております。とても重厚感ある武器ですね。ここにマテリアがついてますが、こちらは取り替え可能となっております。緑のマテリアがついてましたが、青に取り替えてみました。それでは早速作り方に行ってみましょう。 材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、ネット通販などで買えます。型紙を使って切り抜きます。型紙はサイトで公開してます。円を切り出します。サークルカッターにアートナイフプロの刃を付けたものを使って切り出します。 ホームセンターで売っています。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどでも代用することができます。まずはバレルを組み立てます。水道のパイプを切断します。動画ではパイプカッターというものを使ってますが、ノコギリなどでも切れます。カッターもパイプもホームセンターで売ってます。 というわけで切り終わりました。切ったパイプに COS ボードを接着します。ボンド G17 という接着剤で接着します。ボンド G17 はホームセンターや百均で売ってます。たくさん使わない場合は、百均などでチューブのを買うといいと思います。一通り接着し終わりました。端に瞬間接着剤でパーツを接着します。バレル先端部のパーツを接着して組み立てます。 このような接着しがたい箇所の接着の場合は、瞬間接着剤と合わせて、アルテコスプレーという瞬間接着剤硬化スプレーを使っております。これを使うとすぐに固まります。ホームセンターで売ってます。ボンド G17 でも楽に接着できます。お好みの方法で接着してください。バレルを通すプレート部分を組み立てます。2枚のパーツを接着します。瞬間接着剤を対応しておりますが、すべて100均のものを使用しております。 2枚を貼り重ねたので、継ぎ目が目立つので、薄い COS ボードを横に貼り付けて、継ぎ目を目立たなくします。穴の部分を縁取りするために、まずは薄い COS ボードをこのように細切りします。穴の縁に細く切ったものを接着していきます。一通り接着し終わりました。筋があるので、ハンダごとの熱で掘って筋を再現します。 ンダゴテはホームセンターやダイソーで売ってます煙が出ることがありますが吸わないようにしてくださいグルーガンを粒状に盛り付けて装飾しますグルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具ですホームセンターや百均で売ってます残りのプレートパーツも組み立てていきますちなみにプレートの内側の穴も全部サークルカッターで開けてますこんなにサークルカッターをよく使う時はそうそうないかなと思います グルーガンを走り盛り付けて装飾しますというわけでこれを塗り終わった組み立て完了です現状バラバラですが塗装後に接着して組み立てますボディ部分を組み立てますまずは厚めのボードを筒状態にしますこのあたりの構造がいまいちはっきりとはわからなくて僕のアドリブも入ってますがご了承ください とにかくデザインを把握するためにバレットが出てくるためにバレットをひたすら顔見しました。僕はエアリス派ですけど、エアリスよりはるかにバレットを見ていた時間の方が長いと思います。ボディにマガジンがついてますので、まずはそのマガジンを差し込んでいるパーツを組み立てていくところです。ご覧のようにパーツを箱組みしていきます。模様があるので、ハンダゴデで彫っておきます。 さらにグルーガンで装飾しておきます。ここに最終的にマテリアが取り付けられるので装着用のネオジウム磁石を接着します。磁石はダイソーで買いました。マガジン本体を組み立てます。これも先ほどと同様に箱組みで組み立てていきます。箱組みしたそれぞれのパーツを接着します。そしてボディ本体の方へと接着します。 マガジンの反対側にあるパーツを組み立てます。これが何なのかもよくわかんないんですけど、マガジンの反対側にあるんで、多分廃墟口というか玉が出てくるとこなんじゃないかなと思います。ハンドルを作ります。自由自在という何度でも折り曲げすることができるチューブ入り針金を加工します。まずはペンチで切ります。 そこに COS ボードを接着します。自由自在は東急ハンズで買ってきましたが、通販などでも売ってます。ハンドル型に折り曲げます。手で簡単に曲げることができます。ハンドルを差し込むための穴を開けます。アートナイフプロという刃物を使ってます。こちらはホームセンターで売っています。瞬間接着剤を塗ってハンドルを差し込みます。最後にグルーガンを使ってあちこち装飾します。 これにてボディの組み立てが完了です。照準器らしきものを組み立てていきます。具体的に何かっていうのはちょっとよくわからないですけど、とりあえずまあ標準器っていうことにしときます。針金をニッパーで切って、接着していって装飾します。そして再びパーツを取り付けます。アルミの棒をニッパーで切ります。こちらはホームセンターで買いました。 ハンダゴテでパーツに穴を開けてそこに接着します。照準器にも穴を開けて接着します。これにて一通りの組み立てが完了です。次は塗装となります。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料の塗りが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や 水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます造形ベースが乾いたらまずはベースカラーとして全体をラッカースプレーで真っ黒に仕上げますラッカースプレーはホームセンターで買ってきたものを使ってますここからは筆で塗っていきます塗り方のコツですが塗料を筆に取った後ベタッと塗るのではなく布やティッシュなどである程度塗料をこそいでしまってかすれたような状態で塗っていきます そうするとベースの黒がほんのりと残っていい色合いになります。この塗り方はドライブラシと呼ばれます。簡単ですのでぜひやってみてください。ここからは暗めの銀色に塗っていってます。塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーを使っています。おもちゃ屋さんの模型売り場で売っています。いろんな色を混ぜて使っています。バラバラだったパーツを組み立てていきます。 こういう作業はとてもワクワクしますよねそれまでバラバラだったパーツが一つに組み上がって形になっていくっていう感動はなかなか変え難いものがありますというわけで組み立て完了ですマテリアを作ります東急ハンズで買ったプラスチックボールを使いますまずは銀色にスプレーで塗りますそしてクリアグリーンなどを塗っていきます なお、東急ハンズというのは都市部などを中心に展開している何でも売ってる店です。コスプレイヤーの雇用出しショップですね。通販もやっているのでお店に行けない方は通販で買ってみてください。COS ボードをボールの内側に仕込みます。最後にネオジウム磁石を接着します。これにて一通り完成です。全長は55センチ、重量は2キロです。製作時間は24時間、材料費は5000円となります。 前々からガトリングガンの作例を何か作りたいなと思ってたんですが、ちょうど今ハマってる FF7 でいいのがあったので作ってみました。マテリアもね、交換式にしてちょっと遊び心を出してみたんですが、いかがでしょうか。せっかくなので前作ったバスターソードにも取り付けてみようかと思います。サイトに型紙データやより詳しい作り方、制作時の注意点も載せてます。実際に作られる方はそちらもご覧ください。アドレスは動画の説明欄に記載しております。 動画の内容に関して質問があればコメントでお気軽に書き込んでください。バスターソードやセヒロスが使っているマサムネの動画もありますので、良ければまだ見てない方はぜひご覧ください。当チャンネルでは武器や防具の作り方動画をたくさんアップしております。他にもいろんな動画があるので、ぜひそちらもご覧ください。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。Twitter やサブチャンネルもやってます。 それでは皆さん、ご視聴ありがとうございましたまたねー